当を書いた質問の中で、右翼に入ったとのことですが、なぜ入って、なぜ辞めたんですか。さっきその話を本編でしようと思ってたんですけど、時間がなくてできなくて、そうですね、一応総中流っていうのが90年代半ばに公開して、私は94年にフリーターになって、それから頑張れば報われるっていう、まあ、学生時代に言われてたことが全部そうなったと思ったんですね。で、私団塊ジュニアですごく子供の数が多くて、受験戦争とかすごく大変で、その副産物としてものすごいいじめが蔓延していて、自分もそのターゲットになったりしてしつつも、一日も中学は休まずに学校に行ってとか、そういうふうに、なんだろうな、その当時は80年代とか90年ぐらい、とにかくいい大学、いい学校、いい会社に入るのがもう唯一の価値で目標なんだみたいな、そんなことが言われていて、まあ半分ほとんど同僚生なんて毎日自殺寸前みたいな感じで学校に行って勉強してという日々を繰り返していて、まあ、それはこの、なんだろう、頑張れば報われるという戦後の神話を信じてやっていたら、いきなり91年にバブルが崩壊して、私は高校出たのは93年ですけれども、なんか今までのことは全部嘘だったので、あなたの努力も全部無理になりましたって言われた気がして、なんかすごく納得いかないというか、でもその中で、こう自分は美大を二浪して、で、フリーターになったんですね。で、まあ、フリーターになって、ちょうど90年代半ばぐらいって、その先ほども話したんですけど、外国人労働者と日本人フリーターが同じ職場で働くようになったので、普通に働いてても飲食店とかで、日本人のフリーターは、なんか時給が高くてあんま働かないけど、韓国人はもっと時給安くて働くから取り替えたいみたいな、そんなことが普通に言われるようになっていて、なんかすごく自分がものすごい底辺で、アジアの労働者の人と、生存競争しているんだなということは何となく分かっていたけれども、それをどう思えばいいか分からないみたいな、そんなような状況なんかもあって、まあ、あと95年先ほど白川さんがオウム事件の話してましたけれども、95年に1月阪神淡路大震災があって、3月に地下鉄サイン事件があって、まあ、自分自身はその頑張れば報われる神話が崩壊した中でどう生きていこうと思っていたら、結局戦後日本の繁栄、具体的繁栄が一夜にして外敵の山になり、オウム事件によって戦後日本を下支えしてきた、まあ、物質主義とか背景主義とか価値観が、まあ、あのテロ事件によってものすごく否定されたような、なんかその戦後日本の価値観みたいなものが崩れ去った2つの事件だったように私には受け止められたんですね。で、特にオウム事件を見てテレビなんかでは、戦後の教育や価値観が間違ってたからあんな事件が生まれたんじゃないかみたいな、そんなことも一緒に言われて、これからは心の時代、心の教育じゃないかなってことも一緒に言われたんですけれども、で、まあ、なんかそんな状況があって、で、なんかこれからは本当に本気で政治や社会のことを考えていかないと、まあ、バブルも崩壊しちゃったし、頑張っても一部の人は絶対に報われない社会になっちゃったし、なんかその物質主義や背景主義っていうものもなんとなく崩れ去りそうだし、バブルで日本経済がガタガタで、そのなんだろうな、経済っていう誇れるものがなくなった日本社会自体が根底から揺らいでるような感じがして、まあ、その時に本気で政治や社会のことを考えようと思って、その時になんか右翼とか左翼っていう人はなんかそういう政治とかに文句言ってるらしいという噂が漠然としていたので、最初になんか左翼って言われる方の団体に行ったら、なんか専門用語ばっかりで何言ってるか全然分からなかったんですね。で、次右翼に行ったら超分かりやすくて、全部アメリカの戦後民主主義が悪いんだ以上みたいな、だからお前行きづらいんだみたいな、いきなり私は免責を初めてされたわけです。免責か免罪、それまで自分が行きづらいのも、まあ、フリーターなのも貧乏なのも頑張っても報われないのも全部 100% 自分が悪いと思ってたんですけれども、突然アメリカと戦後民主主義というわけのわからない理由が、まあ斜めを知るぐらいから、ぶんだぐらいみたいな衝撃を受けて、で、私はそれまですごいリストカット、自傷行為が揺らいなかったんですね。で、先ほども言いましたけど、右翼療法と、一発で治ったんですね。これは私は悪くない。でもやっぱりその、社会にいろんな責任があることを、やっぱりずっと自己責任と言われてくると、本人が自分を責めて死んでしまうしか出口がないので、そこで右翼だとしても、外部に責任を求めるっていうことを一回しといて、しといたことによって、まあ、なんとなく広められたというのがあるので、まあ、あと今の、
状況もヘイトスピーチだとかネットを読むの問題なんかも90年代から続く結局その貧困と格差の問題というか、やっぱりその当時より日本の若者はもっと外国人労働者化してるし、もっと差別されているしっていうのがあることを考えると、ある意味私は受けが大世代じゃないかなと思いますね。で私は97年に右翼団体に入り99年に抜けるんですけれども、98年には小林よしのりさんの戦争論という漫画が、まあ、私と同世代の若者によって大ヒットとして、まあ、結局あの大東亜戦争は正しい聖戦だったんだ、特攻隊は素晴らしいという内容の漫画を、まあ、国家に命がけに必要とされる特攻隊をどこにも必要とされない時給1000円程度の使い捨て労働力でしかないフリーターの人たちが本気でその命がけに必要とされる特攻隊に憧れるみたいな構図を見て、なんてなんかおかしなところに私たちはいるんだろうというか、私たちはまともな必要な生活をしていないからやたら国家に必要、国家とかに命がけで必要されるって物語に燃えてしまうんだろうなとか、まあ、そういうことを思ったのも一つの夢のきっかけでしたけれども、当時の自分の状況を思えば学校は出ちゃって大学には2回落ちていて、企業社会には入れない就職氷河期になっていたので、で仕方なくフリーターなんだけれども、フリーターの場所はちょっとみんなの中でもう超流動的で、北海道から単身で上京しているので地域社会もないし、バイトも学校もないし、バイト小中組になるとバイト先の友達もできないし、何にも中間団体がなかったの で友達もいないので、国家しか行く先がなかった、国家しか帰属先がなかったような状況だと今にして思えば思うんですけれども、まあ、そんなような状況は今の若者にとってすごく当たり前の状況になって、誰一人中間団体なんかないんじゃないですかね。この施設雇用率4割の状況でこんないろんなことが流動化している中で、なので私はそういういろんな背景があっての受け入れみたいなことなのかなとも思いますね。あとすごくその学校や教育に嘘をつかれたっていう変な被害者意識があったんですね。頑張って報われるとって、あんなに地獄のような学生生活、受験生活にぶち込んでいきながら嘘だったじゃないかっていう変な被害者意識、嘘をつかれた、騙されたっていう意識があったので、そういう教育に嘘をつかれたっていう変な過剰な被害者意識って、学校では教えてくれない休み時間みたいなものが入る隙間を存分に自分の中に持っていたっていうのもありましたね。まあそんないろんないろんな要因があると思うんですけれども、結局私は2年で辞めて、でも辞める一つのきっかけが憲法のディベート、右翼団体で憲法についてディベートするっていうのがあって、で右翼と最後で分かれるんですね。でディベートする、で私はそれまで憲法なんか読んだことなくて、読んだことないのに右翼の人に言われるがままに押し付け憲法反対って言ってる大バカ野郎だったんですけども、その時初めてディベート勉強会でディベートしなくちゃいけないから、初めて憲法全文というか前文を読んだら右翼の人にゆっくり感動しちゃって、あれみたいな、なんかなんで右翼はこれ反対してるんだろうっていうのをすごいびっくりして、そしたら周りの人たちも、まあ、当時私と同じような中卒高卒フリーターが山ほどその右翼団体に入ってきてたんですね。若い人たちも、その人たちも初めて読んでびっくりして、で右翼団体に入ってるってことは人、まあ、その同世代の若者よりは戦争のこととかやったら知ってるんですね。その戦争本ばっかり読んでるし、だから戦争の悲惨さとかそう知ってるけれども、それをその戦争の悲惨さを知ってる時にあの憲法前文を読むと、なんかそれがすごくなんか生かされているような気がして、あれみたいな、そのこともあって、あれな、私はなんか右翼ではないんだなと思って、それを一つ右翼をやめるきっかけにもなったっていう、そんな経歴があるんですけれども、まあなので何でしょうね、すごくやっぱり戦後日本が95年ぐらいにいろんなそのサリン事件だとか震災だとかがあって、そしてバブル崩壊でどんどん崩壊していく中で、で同時に当時の社会の手に入った人たちが外国人労働者化していく中で、何かその普遍的なものを求めていたというか、バブル崩壊で天皇制がなくならなかったっていうのが自分とは結構ショックなことだったというか、全部崩壊するけどあれこっちだけはあるんだみたいな、それぐらい私にとっては自分の生活が丸ごとやっぱ不安定化していて、いつの間に死んでもおかしくないなっていう状況だったの で、それプラス頑張ってきたことが何にも報われないという、やっぱりまあ、ロシアの人とかだと分かると思うんですけれども、結局なんか95年に20歳だった人が今2015年40歳になっていて、
この団塊ジュニア世代ってやっぱり20歳から40までの人生を丸ごと奪われた人多いんですね。ずっと非正規で月収10万円ぐらいで、やっぱこの20歳40って結婚したり出産したりとか、本当は第一ベビーブーム、あ、第三次が団塊ジュニア世代のベビーブームがこの20年で来てるはずだったんですよ。でもこんだけ来てないっていうのはやっぱり奪われたとか失われたこの20年があって、それはもうだんだん取り返しがつかなくなりつつあるので、まあ、そういうような時代の背景と自分がウェブに入ったっていうことは、まあ、どうかすごい関係があるんじゃないかなと思うので、自分自身が何だろうな、そう、まあ、そういう経験をした。で、やっぱり差別されてたわけですね、自分は。で、差別されてると、差別されてることも分かっていたし、外国人労働者化してることも分かっていたので、でも同じ職場で働いてへんで、本当に1円単位の最賃競争をしている相手が外国人労働者だと、彼らと自分を差別化するものを探すんですよね。そしたらもう日本人であるってことしかなかったので、だから今やっぱりその日本人であるってことしかすがるところがない人が、増えていたり、国家しか行く場所がない中間団体のない人が増えていたりっていうことと、今の経過なんかすごい関係があるんじゃないかなと思うので、まあ、どうやってそういうヘイトスピーチだとかそういう文脈ってなくせると思いますかとかよく聞かれるんですけれども、やっぱり私はその一定数の人がどんなに頑張っても絶対に報われない社会であるっていうことがもうこの十数年常識になっているので、もうすごく遠回りかもしれないですけど、頑張ったらそれなりに報われる社会とかが来ないと、変なガス抜きが必要とされる社会は絶対変わらないと思いますね。いろんな今のヘイトスピーチの人たちで在日が悪いとか、まあ、あと貧困問題をやってる私には生活保護受給者が悪いとかって言いますけれども、なんだろうな、それ嘘だって分かってやってるんですよね。で、私自身もその自分のなんだろう、自分が生きづらい理由は全部アメリカの戦後民主主義、それが悪いんだ、あと日本国憲法が悪いんだっていうこの時は言われて言ってましたけど、嘘だったと思いながらも言っていたというか、でも思わないと、何かが悪いと誰かのせいにしないと自分のこの生きづらさの原因がわからないことも辛すぎるので、ちょっとこっちの物語に乗っとくわみたいな、それぐらいに追い詰められていたと思うので、それは今のそのすごく短絡的なガス抜きだったりっていうものは、なんかある意味社会から変に必要とされてしまっているんじゃないかなと思うので、その根っこを立たさない限り、あなたが言ってることは間違っていておかしい、いくら言っても本人間違ってると分かっているので、じゃなくてどうしてそう思うんですかっていうことを聞いていくしかないかなというのは思いますね。はい、そんな感じです。マイクが入ってなかったようですね。今差別の部分の話にも質問来てるんですよ、ハリーさん。やっぱりこうなんていうんですかね、マイノリティ社会的なこうそのところがもっと深く知りたいという質問が来てて、例えば精神疾患の方増えてますよね。例えば発達障害という言葉も皆さんこう理解が深まってきました。そういった方たちもやっぱりその差別を受けたりとか、その格差の底辺層に位置付けられたり。一般の方がそういった普通に働いているのに予期せぬことでそういう疾患になったりするという部分もあると思うんですけど、その点についてちょっと見解を聞きたいという方が何かいらっしゃいますか。まあ、見解とか私もその周りにすごい多いですし、いろんな精神疾患を抱える方、そうです、私コアリプロム採点っていう、なんていうんだろうな、心身障害者、いろんな障害を抱える人のなんかお笑いパフォーマンスイベントがあるんですけれども、それの名誉会長というのをやっていて、初めの人がアル中で摂食障害とか、まあ、引きこもりだとか、まあ、いろんなもうあらゆる生きづらさというか、でみん なんか自分が卒業して大学の自慢するんですけど、それが大学病院なんですね。この大学病院の閉鎖病棟に入院してたみたいな、その学歴自慢をしてるかと思ったら、実は入院歴自慢だったっていう、でそのなんか閉鎖病棟への入院歴が長い方が偉いみたいな、わけのわからない価値観の人たちなんですけども、その人たちがいかに自分たちが病気になって生きづらさを抱えてそれを乗り越えたかっていうことを、いろんな詩の朗読とかパフォーマンスだとか歌とかで表現して、まあ、すごい大人気イベントで、新潟発なんですけれども、いつも新潟でやっていて、まあ、たまに東京とかいろんな大阪とか名古屋とか静岡でも行ったことあるんですかね、ちょっとその辺は分からないですけれども、なので
こう日常的に彼らとの付き合いもあるし、ただやっぱそれを生きづらいことをカミングアウトできる場所があればとても生きやすくなると思います。私自身もその右翼団体に入る前とかもずっと自分のその自殺願望だったりそういうものを誰とも共有できないのがすごく辛かったんですけども、当時インターネットもなかったので自分で自殺未遂イベントをやって、で自殺未遂者しか来ちゃいけないっていうイベントやったら5人ぐらい来たんですね。初めて自殺未遂者会って、で、まあ、みんなやっぱいじめられっ子で対人恐怖でみたいなすごくなんかいい感じの人が来て、その人たちと出会って辛いよ、辛いっていうか、 なんかこんな社会がおかしいみたいな、全部人のせいにしたんですね。まず教育も悪いし社会も悪いし、でも一度そうやって全部自分悪くなくて、こんなに追い詰められた方が、あいつらでも社会とかいろんなことが悪いんだっていうふうに全員で呪詛をかけた、呪いの言葉をこうずっと言うみたいなことを続けられたことによって、すごくなんか楽になれたので、やっぱそういう人たちと集える場を定期的に持つっていうのがすごい重要かなと思いますね。あと私フリーター労組っていう労働組合にも入ってるんですけれども、キャバクラで働く人たちのキャバクラユニオンとか、そういういろんな分解があるんですね。でそこで組合にいると、労働組合なのに労働者があんまりいないんですね。みんな失業者とかで、働いてる人があんまりいない労働組合で、そこもなんかコアロマのサイトの同じような感じで、なんか世の中の価値観と逆、なんだろうな、まあ、ダメな人の方が尊敬されるみたいな変な場所なんですよ。そういう場所を意図的に自分のその人生のライフスタイルの中に作っておかないと、何かで失敗した時とか何かでダメ出しされた時に死ぬ確率が高いので、その一個の価値観しか自分の人生にないと。なので私はもう自分の精神的なセーフネットとして、ダメの方が偉かったり、その大学病院の入院歴が長い方が偉かったりっていう、そういう価値観の人たちと接するとか、そういうところをある意味自分の避難所的に使ってるとか、そこがやっぱすごい必要な場所なので、そういうことをしていけば生きられるかなと思うし、今は幸いすぐに表現をしている人たちもいるので、なんかそういうことをしていけたらなと思います。かなり切迫した感じの質問が来ていまして、シングルマザーの友人が子供は自衛隊に入れたいと言っていてショックでした。私は戦争に行くかもしれないよと話したけれど、それ以上言葉が出ませんでした。正論はうざい、私もわかります。雨宮さんなら何から話し始めますか。彼女ですか。その方、この質問を寄せくださった方がシングルマザーの方になんて言ってあげたら、その友達のシングルマザーの人が入れさせたいと思ってるってだけですよね。子供の意思は全然関係ないですよね。子供の意思はないですね。まだお子さんの年齢書いてないんで、もしかしたら赤ちゃんかもしれないです。どうでしょうね。頭ごなしに否定したらもうそこでコミュニケーション終わってしまうので、字の感じだと若そうな感じの、お友達もきっと若いだろうから、子供も子供だろうと思うんですけどね。でも、まず子供の意思だと思いますよ。それはあなたが入れたいのは、そういう願望を持つのはもう自由じゃないですか。でも、なんで入れたいのかなっていうのは、なんか結構今、その自衛隊の、守るでしたっけ、なんかすごい、超かっこいいイケメンばっかりみたいな、その自衛隊の写真集でもあるじゃないですか。ああいうのも、ああいうので、なんかうっかりっていうか、なんか軽く憧れなのか、その金銭的な理由なのかとか、そういうので。毎年結婚してから航空祭に行くんですけどね。あとは飛行機大好きで、自衛隊に、浜松の自衛隊に忍び込んで見てますけど、飛行機。だそういうなんかミリタリーっぽいのが好きとか、そういうふわっとした感じのことで子供を入れたいのか、金銭的なことなのかでも全然違うじゃないですか。ただこれは子供が自衛隊に入りたいって言ってるっていうのじゃないんですよね。そうです。お母さんもそう。なかなか難しいですね。これ今の話ってすごい何でも言えるんですけど、その人がそういうふうに思ったり何か選択して失敗しちゃったりした時に、人ってだから言ったじゃないかってやるじゃないですか。
だけど皆さんそんなに毎回毎回正しい選択してるのって逆に僕は問いたくなってて、その人じゃなきゃわからないような、なんでか知らないけどダメだって分かっててもそう選ばざるを得ない状況ってあると思うんですよね。だから今そのこの質問の、ね、子供をっていう人はもしかしたらいろんな経緯があってずっとその付き合ってきた男性の方が不安定就労をしてた方で嫌な思いをしたのかもしれない。例えばそういうなんか家庭がすっ飛んで僕らは言っちゃうじゃないですか、そこはこう僕ら支援やってる立場としては気をつけなきゃいけないなっていつも思ってるので、なんでそういう考えに至ったかって仮にねおっしゃったようによくねコミュニケーションを取る必要があるかなと思います。まず最低限の情報ですかね。デメリット、まあ、メリットはその何したい手は分かってると思うから、そのデメリットとしてはなんかこの前自衛隊はみんなを愛してるっていう本を読んだんですね。あの元自衛隊のレンジャー部隊の五木隆夫さんっていう人が書いた本で、で、まあ、彼なんかすごい元自衛官のレンジャー部隊として法案に反対していろんな発言をしてるんですけれども、その人の本で読んでびっくりしたのが、今もう改正された自衛隊法ではあの出動命令が出てから辞めたりそれを拒否することがもう7年間の禁錮刑になるからっていうので、だから何かあってもあの辞めたり拒否したりできないよっていうことをあの言っとかないと危ないかな、それは最低限の情報かなと思いました。今あの子どもの将来っていう話の中で引き続き質問が複数来てるんで、ひとまとめにしてちょっと振りたいなとかカーリーさんに思うんですけど、奨学金の話、大学とか今後国立大学の値上げもあるじゃないですか。でそれに反比例するように教育って必要ですよね。学歴がないとなかなか一回この国っていい会社に勤めればいい生活が送れるけれど、最初に中小企業入ると大企業に引き上げてもらえなかったりするんで、教育っていろんな側面から見て大事じゃないですか。なのでこうお金がない人が大学に行けないっていうことは、その一方でもう一人の方は大学には補助金も出てるので給付型の奨学金があると。僕最近まで大学生だったんですけど知りませんでした。ちなみに大学の奨学金で、僕もすごい調べなきゃ出てこないじゃないですか、大学の奨学金、中の奨学金だって。そういうそのこういうのを利用したらいいんじゃないかっていう声もあるんですけど、実際なかなか学生がこう利用できない、知れない、知らないと損なんですよね。こう知らぬがこう知らない人が損するっていう状況が続いていて、奨学金なんて借りてね半年でも滞納すると債権回収会社に回されちゃうんですよ。これ皆さん知らない方多いんですけど、私の相談者からね鬼のように弁護士から取り立てが来るっていうこともあって、そこら辺のその今のその話の続きじゃないですけど、子供が自衛隊に行ってやっぱり親が安定志向になるのはちょっとそういったいろんな、なかなかその金銭的な問題もあるのでっていう声もあると思うんですけど、この質問に対してちょっと話をこう広げていきたいなと思ったんですが、いや奨学金、そうですね、なんかそう学費がタダで、あの給料までもらえて防衛医大とかだったらね月10万もらいながら医者になれるみたいな、それがそれぐらいじゃないですか日本の、そのある意味、まあ、大学別にはあると思いますけれども、いやあのこの前すごい衝撃的だったのが、今最近出た女子大生風俗嬢っていう本があって、まあ、読んだ方もいると思うんですけれども、まあ、結局それ奨学金の学費の話、もう学費と生活費のためにまあ体を売るっていう話なんですけれども、今の首都圏に住んでる私立大学生の1日の平均に使えるお金っていくらぐらいか分かります？1日の生活費、首都圏親元から離れて一人暮らしして、で仕送りも今どんどん減ってるじゃないですか。1日897円なんですね。でそうすると、だからまあどうしてるんだろうっていう話ですけれども、結局学費は上がっていくし世帯収入は下がっているし、この十何年でものすごい下がっているしっていう中で、あの高卒ので就職できる枠はどんどんほぼなくなっているような、もうじゃあ高卒での就職はまあ非正規みたいな、そんな状況でとにかく大学に出なきゃなかなかっていう状況の中で、まあ、やっぱみんな奨学金借りるわけですけど、やっぱその重さが何だろう、やっぱり高校、もしくは高校生の時点ですからね、高校生の時点で何百万ってピンとこないと思うんですよね。で結局契約してるのは本人なので、親の勧めっていう場合もありますけど本人なので、
ってそうやって、でも借りてそれだけじゃ足りなくて、だからその女子大生風俗嬢の中にはどうしても私費留学の30万円が時給900円のバイトじゃ工面できない、学校との両立は月に3万ぐらいにしかならないの で学費にも到底足りないのでっていうので DL 始めたのとか、とか男子大学生も男子というか男性に体を売るという仕事をして、結局もうアルバイトをどんだけ掛け持ちしても睡眠時間が全然ないとか、でおばあちゃん年金暮らしのおばあちゃんと2人暮らしだからまあ頼れないみたいな、まあ、そんな話が載っていて、なんかすごくなんかここまで来ているのかみたいな、なんか大学時代がもう貧困時代って思えてくるというか、そういう気がしましたね。でも、まあ、今なんか最近フランスのテロがとかフランスに詳しいことを話すことがあるんですけれども、まあ広く知られていることですけど、フランスなんか授業料タダだし外国人でもタダですからね、それでいくらかの生活費が出たりするし、まあ、デンマークもそうですよね。だからそこの違いを思うと、やっぱり奨学金を借りたりそのする滞納したり返済できなかったりすると、すごい責めたりしてる人もいると思うんですけれども、日本が突出してこんなに教育にお金がかかりすぎて、こんなになんかある意味自己責任と高度な教育を受けるのが自己責任されていること自体がおかしいんじゃないかっていう視点を持たないと、なんか潰されてしまうようなそんな状況にあるなと思います。奨学金の反対の、ね、署名運動も全国で起きてますよね。ああそうですね、だから奨学金自体もいろいろ猶予期間が延びたり返済の、あとその延滞金のパーセンテージがまあひどかったので 10% とかだったのが今 5% になるとか、その運動して少し改善されてきている部分はあると思うんですけれども、まあ、また国立大学 の授業料を年間40万上げるで、ちょっと年間93万になるだとか、そんな話になっているし、まあ、アベニメクスとか言ったってずっと生体年収は下がり続けていて、去年だって前年比8万円マイナスですよ。だからそういう中で学費をいきなり40万ってどういうことなんだと思うんですけれども、まあとにかく奨学金を借りざるを得ない人は絶対増えていくと思うので、これはここにはいろいろ合意が取れると思うんですよね。子供の教育でこれだけ1000万の借金を背負ったり風俗で働きながらじゃないとできないって明らかにおかしいだろうっていうのは本当に国際的に見てもびっくりされることだと思うので、これは普通に主張していけば何とかなるんじゃないかと思います。実際少しずつ変わってきてですね。僕は政府の世界に生まれたんですが、お医者さんになりたくてもなれませんでしたからね、生まれた時点で。大学行くのも世帯分離しないとかすごいそうですありますもんね。この会も、3時半までということでいよいよ大詰めなんですけれども、では今回のトークのまとめとして聞ける感じの質問をいただきまして、はい、結構ちゃんと用紙をまとめてくださった方がすごいいらっしゃいます。素晴らしい。片山さんという方ですね。ありがとうございます。名前出して大丈夫ですか？書いてあった。東京の国会前はある種の聖地で、見に行ったもの、参加したものは勇気づけられるが、地方の静岡で戦争法案反対の運動は安保世代の高齢者が多く、東京との温度差が感じます。どうしたら地方で運動を広げられると思いますか？中年30代から50代の男性や関心のない女性の壁を感じます。またあと若者の意識が変わるきっかけをどう作っていくかっていうような質問があります。いやでも、なんだろう、地方っていうかいろんな地域ごとにできるのは、先ほどの脱原発杉並のデモ割りみたいなことって、あれ、いろんな地方都市でやってるんですね。だからまずそういうふうに地元を関心のないところを巻き込むっていうのを一つ、関心のない層を楽しいことに巻き込んで、お祭り的に盛り上げるみたいなことはできるかと思うんですけれども、でもその、東京での、若者の盛り上がりっていうのはそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと思っていて、結局そういうふうにずっと長くやってきた人たちのことも引き継いだわけですよね。で、その引き継いだ人たち、私立とか引き継いだわけですけれども、そんなに若者全般がその支持なわけじゃないので、まだ一部の動きですけれども、彼らが今後
影響力を持っていくと思うの でプラスシールズが東京で、まあ、今年できて、それでどんどんそれがいろんな関西とか琉球とかいろんなところに広がったので、あとそのシールズと名乗らなくても若い人たちで動いてる人たちがいて、いろんな地方で見てると別に今までの運動をやってた人と一緒にやってるとこもあれば別に全然バラバラにやってるとこもあるので、あんまりそれはあの勝手にそれぞれやっていけばあの いつか必要な時には一緒になるだろうしっていうようなことで、なんかあまりにもなんだろう若者来るようにとかってなると、あのそのせっかく始めた運動が、まあ、彼ら独自でやりたいと思うので、そのあれが金だけ出して口出さないみたいな、まあ、結局それが一番いいと思いますね。そうやっぱあ金とノウハウみたいな、ある程度の、まあ、デモノウハウとかも申請の仕方とかも知らないと思うので、もういろいろノウハウ伝えるけれども、あともスタイルは自分たちの、だってそれはそしてね、一緒にやったら絶対トリマハイヤーなんてことも出てこないですから でどこで潰されちゃう可能性もあるので、でも高校生だけでやると、まあ、それがトリマ一緒にやる行動とか、なんかそういうなんか普通にあの出てくるので、だからまあ、ずっと脈々と球場とかの運動が続いてきて、でそういう流れがあった一方で311があったわけですよね。で311があって、まあ4月ぐらいから脱原発デモがものすごい勢いで2011年のもう全国で相次いで、あれからの数ヶ月間を権力の真空地帯とかっていう人もいて、まあ、結局あの時に民主主義が再稼働したんだというわけですね。みんなその再稼働した民主主義をいろんな人を巻き込んで、いろんな覚醒があって、結局戦後70年の国会前でスパークしたみたいな、そんな話だと思うので、まあ、それぞれだから今回のでもあんまり誰もあのリーダーがいなかったから良かったと思います。シリーズもリーダーいないし、あともう来年4月解散で永続的な運動じゃないし、組織化したくない、永続的にしたくないというのも彼らの一つの戦術だろうし、だからこそ入りやすさもあるし、でシリーズに影響を受けてミドルズっていうのが、そのミドル世代の人たちがあの団体作ったり、オールズっていうなんかね、高齢者の人が巣鴨であの毎週土曜日に集まるみたいな、でシールズってなんか中年デマジェシーなんとかリベラルデモクラシーのレポなんですけど、オールズはお年寄りリベラルデモクラシーでやるっていう素晴らしいなと思って、でもそしたらシールズもまたシールズに影響を受けたオールズがまた人気になるわけじゃないですか。だからそういう感じでなんかそれぞれが勝手にやっていって、でも北海道なんかも若い人たくさんいるし、いろんな世代の人いるって言って、みんないやお前ら最高だよとか言うけど、お前ら誰だよっていう、お前ら最高だよなって言うだけど、お前ら誰ですかっていう、全員が全員知らないんですね。だからまあそういうのになってきたってことです。個人が参加してる、世代も関係ない、で来てる人がその背景も関係ない、あのもともと何とか会ですかっていう集まりでは全然ないので、あのうぞうぞうがこいつ誰だっていう人たちが入れ替わり立ち替わり来るっていうのが、あのそういうふうになってきたと思うので、そこはもう気にする必要はないんじゃないかなと、うん、あのほっといて自分たちでやってれば、必要があればなんかいろいろ集まってくるし、だからあんまり組織化とかをあの考えないと、まあ、その必要な時もあると思うんですけれども、そのあんまり考えなくてもいいんじゃないかなとは思いましたね。はい、私もあのいろいろこのために勉強しようと、シールズのホームページを見てみたら、まあ、かっこいいんですけど、流行の最先端っていう印象よりも、うん、あの徹底したダサさの排除っていう印象を受けたんですね。はい、そうですね。そう、あのなんかあの若い子にとっては、性能イコール正義じゃないんですね。だから、あのかっこいいイコール正義だったりとか、うん、面白いイコール正義だったりするので、うん、先ほどの神様が出てくださった DVD、ああいうところからあの正しさというものに結びついていったらいいなと思います。そうですね。いやなんかすごいなと思って、静岡ででも本当にこう僕、いや今デモに参加するようになったりとか、そういうのを思ったのは皆さんがずっとやってたからだと思うんですよ。うん、僕は皆さんのことをうるせえ親父だなと思ってた時が長いですが、で貧困問題のことも始めて、その時に皆さんがずっとやってたから、ね、始めれるわけで、だから引き込むとかそんな戦略的にね、こう
やるというよりも皆さんは皆さんの持ち場で一生懸命つないで、もう少しなんか僕らが入りやすい空気を作ってほしいですけど、なんだろう、それが僕だって生活困窮者支援って前もって先人の人がやってくれてたから気づきがあって始めたわけで、その繰り返しでつながっていくのかなとは思うんだけど、東京とか静岡とかあんまり関係ないのかなと今聞いててちょっと感じたりはしています。なので本当にこの夏を通してさらになんか社会とか政治とコミットする会をつなげる言葉とか作法が全く新しい文脈で生み出されたので、まあそれをなんかいろんな形で使ってでまた自分たちで生み出していくっていうのがこれからできることなのかなと思います。はい、そんな感じでしょうか。はい、時間を使っていただいてありがとうございます。本当にもっともっと聞いていたいんですけれども、一応ここで質問コーナーを終わりたいと思います。今日こうしてみますと、最初始まった時と人がとても増えています。こうしてみますと私より少し年上の方、そしてぐんと若い方もいますけれども、終わりの後私が述べることになっていますので、今日雨宮かりんさんに伺った話、かりんさんが、まあ、自分の生きづらさを抱えているその過去のこともこう伝えていただきながら、常に雨宮さんがきちっと自分で考えている、なぜなんだろうって自分で考えて、まあ、右翼に入ったりいろんな確かめながら、そしてまた考えながら、いつもまっすぐに自分と向き合ってらしたことについて、本当に勇気というか感動というか素敵っていうふうに思いました。そして今日の質問者、聞き手をしてくださったお二人も雨宮さんにとても近い年代ということは、私は、ここにいらっしゃる三方のような年代の方とこんなにじっくり話を実は聞いたことがなかったです。息子たちはもう少し若いですし、でもバブルが弾けたり、本当に社会の構造の中で無縁に人って生きていないし考えていないしってことを考えると、いかに政治が大事だっていうことも雨宮さんのお話、お二人の話を通して今日はとても私たちの世代は気づきが多かったんじゃないかなと思います。整理してじゃあこれから何ができるか、どこでつながれるか、あるいは先ほど雨宮さんの言葉で私たちがしなくちゃいけないのはお金とノウハウだけ出して黙ってるって肝に銘じましたなんですけれども、何をしていけるか静岡でもこの機会に広げていけたらというふうに思っています。そして印象に残った言葉です。民主主義が再稼働した、あ、これいただきましたっていうかと思いました。この言葉を私たちは年代を問わず民主主義をもう一度再稼働させて、そしてどんな社会を作りたいか、チームの人たちは練習してきたという言葉がありました。私たちも練習してきたはずだったんですけれども、この国難的なんかとんでもない状況の前でやっぱりもう一度どんな社会を作っていきたいのかということを各世代しっかりと考えたいと思っております。第2部で雨宮さんの話をあと2時間聞きたいなという思いがありますが、今日本当に遠くから来ていただいてありがとうございます。そして著書もまた配読させていただきますし、今日終わりましたらこちらの方で雨宮さんのサイン会もちょっとプチ行います。よろしかったら皆さんお残りください。そして聞き手のお二人、浜松から来てくださった早川由美子さん、柏川です、申し訳ありません。昨日で来てくださってすごくはっきりとしたテンションで私たちが受けてるんですけどね、4人で私たちがなかなか聞きづらいことを本当に上手に美しく聞いてくださってありがとうございます。そして鈴木さん、どうも静岡でいろいろな人たちの正規ネットを作ってくださっています。私たちあまりコミットして存じ上げなかったんですけれども、これから私たちの世代が鈴木さんたちの生きづらさをヘルプするところも何かできることがあったらぜひ交わっていきたいなというふうに思っております。金とノウハウが欲しいです。失礼しました。お金だけ出せということですのでお財布をこう緩めていきましょう。それでは事務的な連絡はその後にしますが、今日お三方にもう一度大きな拍手でお礼をいたします。